私の声聞こえる？思い出してみて。記憶の中に漂う。A few moments later. そう、それがあなたの姿。やっと会えるね。本来ブラッド、あなたがもともとだ、あなたの血でしか救えないことが。さあ目を覚まして、世界を救って。乾いていますね。ゆっくりで構いません。そばにいますから。立て、すぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。3番、4番、これと新入り。って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって言われてる。変化が始まるまで何年もかかるやつがいるみたいだ。どうだい、使えそう？
Nope. Nope. Nope.少し待ってくれ。 不安要素は潰しておいてくれ。お前、それは。いや、詳しい話は後でさせてくれ。地上まではもう少しだ。 一体何が？貴重な物資だ。ありがたくもらおう。 地盤を破って作った湖か。 上にロストだ。気をつけろ。
地上に戻ってきたか。よし、地上の光だ。ロストに落ちた奴、二度と元には戻らない。迷いを捨てろ。無事だったか。ところでお前たちは、レヴナントに定められた義務だ。例外はない。血影か。そいつには触らない方がいい。触れたものに侵食し、ロストに変える危険な意志だ。ささやきに耳を貸すな。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。その子が落ち着いたらここを離れよう。誰かが。待て、何を。手を離せ、飲み込まれるぞ。大丈夫、今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は。血類を治めるのが保護区に住むレヴナントに定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。今のは一体記憶、あ
の決意に刻まれていた持ち主の。まさか俺も一緒に引き込まれるとは。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ、血類の研究をしている。よろしくな。ひどい景色だろう。クイーンに勝利した後、突然現れた赤い霧。あの霧の出現によってあらゆるものが閉じ込められ、シルバが君臨するレブラント社会が誕生した。霧の牢獄、霧に閉じ込められたこの世界はいつしかそう呼ばれるようになった。血を求めて危険な正気の中を歩き回り、何度も死に戻りながら血類を探していく毎日。レヴェナントには血が必要だ。血に乾けばあの化け物ロストに変貌してしまう。お前を捕らえた連中たちもまたロストの恐怖におののき血を求めた。ありきたりのレヴェナントだけれど、さざ波は立った。お前は正気を晴らし、血類の泉を再生させたな。どこでその力を手に入れた？記憶の欠損か。他に覚えていること？珍しいな。ほとんどの記憶を失うとは。彼女もそうだったが。奥にある部屋で休んでいてくれ。お前レベナントか。お前の持つ、お前はボイド。今から推測が正しければ、さあ行くぞ。村レブ、改め確認。前に見た記憶の内容を覚えているか？あれがこの世界の日常だ。生き残った人間の多くがシルバに保護されたため、レヴナントは血の代替物である血類を飲むことで血の渇きを癒してきた。
形あるものはいつか必ず壊れてしまうように、血類を生み出す泉もまた枯れていき、徐々にその数を減らしていった。シルバによる血類の徴収と分配による秩序の維持もそろそろ限界が近づいている。この世界には必要なんだ、分け隔てなく平等に分け与えられるほどの血類が。そのために俺たちは霧の牢獄を探索し、血類の研究を続けてきたが、レヴナントをさらなる上に誘う正気の存在が調査の進展を阻み頭を悩ませていた。だがようやく可能性が見えた。お前の力があれば、過酷な戦いにお前を巻き込むことになる。それでも俺たちにはお前が必要なんだ。協力してくれるか？ありがとう。交渉成立だな。よし、じゃあたった今からお前は俺たちの仲間だ。俺はヤクモ東雲、お前の力楽しみにしてるぜ。早速今後の方針について説明しておこう。俺たちはここで血類の泉の研究を続けてきた。血類の泉の活動原理、血類の肥大周期や構成要素、その中でいくつか分かったことがある。まずは毛細血管のような管、いわば地脈のようなものが地中に張り巡らされていること。次に、あらゆる泉は必ずこの地脈の上に群生しているということだ。そして血類と地脈の成分を比較検証した結果、ほぼ同じ成分で構成されていることが判明した。要するに血類の泉は地脈の流れに沿って発生していると推測されるってわけだ。ここのどこかに血類を生み出す源、血類の源流とも言うべき場所がある。お前の力で正気を晴らし、血類の泉を調査して地脈の流れをたどっていけば、血類の源流にたどり着けるかもしれないだよな。まずは旧市街地の調査を進める。早速で悪いが、準備ができ次第出発しよう。